スターウォーズシリーズスターウォーズ登場兵器一覧対ファイターファイルゲームスコムスターウォーズ JPG 対ファイターのオブジェタイファイターは映画スターウォーズシリーズに登場する架空の宇宙戦闘機である。タイはツインオンエンジンの頭文字を取ったものである。銀河帝国の最も標準的な宇宙戦闘機であり、旧三部作で多数登場する。機体の設計と開発は レースサイナー CEO が代表を務める帝国の国営企業サイナーフリートシステムズ社が担当した。一般的にタイファイターという場合、通常は標準型の前線用タイプであるタイ、LN ファイターのことを指す、タイシリーズ共通の休憩コックピットと、それを挟む2枚の六角形の大型ソーラーパネルが特徴である。その後のタイシリーズの原型ともなった本機の特徴は、 徹底的な機動性の追求である蒸気を一した軽量化優先の設計がなされており変更シールドはおろか装甲板脱出装置降着装置果てはパイロットの生命維持装置すら搭載されていないそのため真空の宇宙空間を飛行する場合パイロットは生命維持用に宇宙服券用の特殊なフライトスーツを着用する必要があるなど航空機 宇宙船というよりも武装付き飛行フレームといった性格の機体である。その上、視界が極めて劣悪という欠陥もあり、パイロットにはかなりの精神的負荷を強いるが、彼らはタイファイターパイロットを養成する教育過程において、自らの犠牲は銀河帝国の支配力につながるという理念を叩き込まれており、自らの死に対する恐怖をほとんど感じなくなるほど、 までに訓練されているため、通常の任務中において、心理的な問題は全く発生しない。反乱同盟軍は、このような理念を持つ、帝国軍パイロットを、そのストームトルーパーと同型のマスクになぞらえて、バケツ等と呼んでいる。なお、タイファイターを製造したサイナー社は、エピソード1、ファントムメナスでは、ダースモールが登場したシスインフィルトレーターを、開発している。 基本モジュールとなる一人乗りの球体コックピットに、名前の由来となっている2機の4エンジン並びに、固定武装として、レーザーキャノンを2門搭載している。また左右に突出したブームの先端には2枚の、大型ソーラーパネルを持ち、ここで生成されたエネルギーをエンジンに供給することで、出力をさらに高めている。エンジン出力は取り立てて高くはないが、機体の圧倒的な軽量性によって、 驚異的な加速、旋回性能を誇る。各部品に突出した性能などはなく、徹底した軽量化と生産性等を最優先にした設計がなされており、帝国の大量生産による量産効果により、機体コストは設計当初よりもさらに廉価となっている。加えて、機体の構成部品そのものが少なく、整備性にも非常に優れている。2問のレーザーキャノンも、 航空兵器としては一般的な性能のものだがシールドを装備した戦闘機を十分に破壊できる威力は備えており敵戦闘機の撃墜も数多く記録しているただしミレニアムファルコンのような重武装の中型戦クラス相手となるとやや威力不足なのは否めず劇中でも致命傷を与えることはできないオプションでミサイルランチャーを増設することも可能ではあったが その重量で機体の運動性能を著しく低下させるため滅多に装備されることはない。機体数を十分に確保できない反乱軍が X ウィングに代表される万能機になっていったのに対し機体数で圧倒的優位に立つ帝国軍ではミサイルやプロトン魚雷による雷爆撃をタイボマーのような専用機に特化させる分業性が取られた。防御に関しては 一切の装備を持たない、軽量化から来る、旋回性能によって、敵に後ろを取らせない、イコール撃たれない、ことを主眼において設計されている。これによって得た、優れた、機動性と、入念に訓練された、帝国軍パイロットの技量、そして常に、数の優位に立つことにより、ベテラン揃いの反乱軍パイロットにすら、容易には後ろを取らせず、反乱軍に大きく苦戦を強いる。ただし、 機体とパイロットを保護するものが何もないため、被弾することは即刻撃墜を意味した。左右のソーラーパネルはコクピットに対する一種の干渉剤となってはいるが走行としてたるものではなく、x ウィングの強力なレーザーキャノンが命中すれば、一瞬でコッパミジンとなる。パイロットのフライトスーツ脱出装置の類も一切搭載されていない。元より生命維持装置がなく、コクピット内も、 夜圧すらされていないため、パイロットは常に宇宙服でもあるフルフェースのフライトスーツを着用しており、脱出時にはそのまま搭乗ハッチから脱出するだけである。このシステム上、パイロットは残念量とは別に通常の宇宙船より、はるかに少ないスーツの残酸素量を考慮する必要があるが、元より長距離進行を想定しない、迎撃専用の極地戦闘機的な性格の強い、 機体であり、基本的には基地及び味方艦船の周辺で戦闘を行っているため、この点はあまり問題にはならない。機体が破壊されたとしても、元より宇宙空間にいるのと同じ状態で乗り込んでいるため、フライトスーツさえ無事であれば、生命維持は可能である。実際、戦闘中に機外に放出されたものの、味方に救助されて生還したパイロットは非常に多い。ただし、 タイボマーには脱出用の射出座席が装備されており、大気圏内でのパイロット生還率が向上している。降着装置も一切搭載されていない。タイファイターを搭載する帝国軍の核艦船には機体の着艦及び格納用のラックが備えられており、起討した機体は直接ラックに吊り下げられて着艦し、そのまま格納状態となった。着陸足はないが、 二枚のソーラーパネルの下部を代わりに設置させて離着陸することは可能で、地上での運用もなされている。このように徹底的に無駄を省いた究極とも言える合理的な設計の機体であったが、コクピットからの視界が極端に悪いという明らかな欠点が存在する。タイシリーズの共通コクピットは前方に大きな円形の風貌を備え、前方に限れば上下左右の視界は広いが、 その他の開口部は上部のスリットと後部の小さな窓しかなく左右方向に関してはそもそも窓がないため巨大なソーラーパネルの存在もあり全く視界がない本機の光景となるタイインターセプターでは大きく前方に伸びたパネルが視界を妨げぬようにパネル前中央部に切り欠きが入れられたがやはり横には窓がなく真横は視界ゼロのままだった巨大なソーラーパネルは 敵から見た時に良い敵になるほどに被弾面積も大きく横方向から撃墜されやすいという欠点にもつながっている。この視界の悪さと高い機動性は事故を誘発し、戦闘時、非戦闘時を問わず数多くの接触事故を起こしている。一説には戦闘で撃墜された機体より、事故で喪失した機体の方が多いとまで言われている。常に敵より多い奇数が災いし、 味方同士の衝突という悲劇も多かった。このように非常にはっきりとした長所と短所を持つタイファイターであったが、配備当初は紛れもなく高性能な機体であった。初代デススターに配備されていた部隊は、エリスグりのパイロットが多かった点もあり、反乱軍のデススター攻撃部隊に配備されていた最新鋭機である x ウィングと互角以上の戦いを行う。 後の反乱軍戦闘機の高性能化により、対 LN ファイターは必ずしも優位ではなくなってきたため、より高性能な対インターセプターに置き換えられることになっていたが、帝国政府内の管轄官の縄張り意識によりなかなかはかどらず、本機は長らく一戦に止まる。本機のバリエーションとして、ヤビンの戦いでダースベイダーが登場したタイアドバンスト X1 がある。 ソーラーパネルの上下が内側に折れ曲がっており、よりコンパクトに見えるが、標準タイプには搭載されていないシールドと、ハイパードライブエンジンが装備されているため、基本モジュールは同一ながら機体自体はかなり大型化している。設計には、優れたパイロットにして、メカニック版でもあった、ベーダー自身も携わっている。なお、この機体は、直主力機であるタイインターセプターの原型となる。 予定であったが、コストの関係からシールドとハイパードライブの搭載は見送られ、折り曲げられた高効率ソーラーパネルのコンセプトのみが継承されている。また、同じく折れ曲がったソーラーパネルと円筒形の総動ボディを持つ爆撃機、タイボマーも存在し、ホスから逃れてアステロイドに隠れたファルコン号をいぶり出す、絨毯爆撃に使用される。このタイボマーは、ジェダイの機関では、 戦闘シーンはないが、第二デススターのドッキングベイに到着している様子が描かれている。さらに、折れ曲がったソーラーパネルと円筒形の騒動ボディを持つ輸送機、タイシャトルも存在し、劇中では帝国の逆襲で新田艦長がアベンジャーからエグゼキューターに移乗する際に使用された。また、フォースの覚醒におけるファーストオーダー仕様の騎士隊、 フォー宇宙特化型戦闘機においては、さらなる改良がなされており、防御力の高い変更シールド発生装置が搭載されているほか、コックピットの空間及び機密性が確保され、パイロットがフライトスーツなしでの登場が可能となっている。また、宇宙空間での死にを困難にするため機体が真っ黒に塗装されていた。さらに、対イ、フォー宇宙特化型戦闘機の設計から発展させた。 特殊部隊専用の高性能機、対 SF 宇宙特化型戦闘機も開発されており、こちらはハイパードライブが搭載されているほか、パイロット1名に加えて後方への砲撃を担当する砲手1名を登場させることのできる2人乗りになっている。ローグ1にはバリエーションとして対ストライカーが登場した。2枚の大型の水平翼を持ち、コクピットは 中央部に吊り下げられている。タイシリーズの中では、H 字型ではない機体であり、高翼単容器というべきフォルムをしている。最後のジェダイには、カイロレン専用機であるタイ、v n 製中戦闘機が登場した。基本的に、タイインターセプターのソーラーパネルを受け継いでおり、タイアドバンスト X1 とコックピットが似ている。タイシリーズで唯一、丸型のビューポートを持たない機体である。 ハンソロ、スター・ウォーズ・ストーリーには、通常のタイ・ファイターに加えて、コックピットの横に重レーザー砲を取り付けたポットが、設置されたタイ、RB10 スター・ファイターが登場した。スピンオフ小説やアニメ、ゲームにも、バリエーションが登場している。その一つが、ティモシー・ザーン作の、スローン大提督三部作に登場した、シミター戦略爆撃機である。機体は、円筒系の単胴で、 折れ曲がった翼を持ち、前方に、コクピット、後方に、爆弾層を備えている。本機の特徴としては、コクピットが翼より前に出ており、視界が確保されていることと、コクピット自体が脱出カプセルになっていることである。アニメ、反乱者たちでは、アドバンスド X1 の前身になる、タイアドバンスド A1 が登場したほか、スロー音大提督が提唱した、 新型戦闘機開発計画の産物であるタイ、D ディフェンダーと、発展型のタイディフェンダーエリートが登場した。球場のコックピットモジュールは変わらないが、機体後部から伸びる3枚のソーラーパネルを備えており、アドバンスド X1 より強力な変更シールドと、ハイパードライブを装備、武装もレーザー砲6門と、プロトン魚雷を備えるなど、従来機を大幅に上回る強化が施されていた。 発展型のエリートでは速度の向上と素人でも容易に扱える操縦しやすさを両立させるなど帝国が本気で戦闘機開発を行えば X ウィングを量駕する戦闘機が作れることを見せつけており反乱軍のヘラシンドゥーラは大量生産されたら反乱軍のパイロットは立ち打ちできなくなると戦慄した撮影に使用されたプロップにはコックピットのスクリーンが貼られていない まさに、シールドなしの剥き出しだった。また、タイボマは、イルムのスタッフに、2つ並んだ、チリドッグを連想させたことから、ダブルチリ隊と呼ばれていた。ありがとうございます。